次はワンツーワンツーなワンツーワンツーわかる？わからんか。でワンツーでも両方ともまあ、1本目狙えとか1本目から狙わなあかんっていう、意識でやってると思うけど、僕は1本目は捨てて1本目は捨てて2本目で取る気で出す。こっちの1本目は捨てる。なんでかって言ったら無理に1本目狙おうとしてこれが大きいモーションになってしまって疲れたら意味ないから、わかる？だから分割して入るイメージ、だから1本目は、相手の中途半端なところに入る。ここ、それが入りすぎたらこっちは反応するし返してくるから、その微妙な間合いを微妙な距離を見つけて1本目は入る。で2本目はさっきやったみたいにこっちで手からで、体使って長く、わかる？長くつく。でこれさっきの刻みもそうやねんけど、刻みもちっちゃかったら分かりづらい。でも手と足一直線にして長くついたら荒賀選手みたいに取りやすい。逆付きも一緒な。ちっちゃかったら取りにくいから、技出すときは長く。わかる？これをワンツーで、1本目は中途半端なところに入って、2本目で決めるつもりで、長く。わかる？1本目は軽く入って、長く。OK。で、まあ、高校生はできると思うけど、体をそのまま残してまっすぐそのままして入る子が多いと思うけど、これって言うたらこっちも取られるところがあるやんか。だから入るのに結構覚悟いるやん、返されんちゃうかなとか。でその時に1本目入って2本目出す時は体も使ってこっちに反らせながら、高校生はそれやってみる。このままで1本目軽く入って2本目は顔を反らして大きくつく。わかった？これいこうか。はい、はい、まだ沈んでるだけみたいな感じになってる。じゃなくてさっきも言ったけど、例えばこうまっすぐつくんだったらここまで入らない、当たれへんのもわかる？このまままっすぐ伸びきったとしてここまで入らないと突き届くへんのか。だからさっきも言ったけど体を倒したらここでも届くんです。わかる？だからそこまで入らんでもここで決めれる。だからしっかり手だけで打つんじゃなくて体もしっかり使って遠く長くつけるように、そしたら技がしっかり見えるからポイント取りやすい。こう潰れるより長くつけた方が取りやすいから、もう一回そういうイメージ、体をしっかり使う、倒す、下に沈むんじゃなくて倒す。わかった？はい、はい。